七宝焼きとは、七宝焼きは金属にクリスタルガラスを焼き付ける工芸品で、絵柄を描くのに金や銀を使います。他の焼き物と大きく違う点があって、それは陶器、陶磁器ではない、土セラミックではないというところです。世の中のなんとか焼きという焼き物、焼きがつくもの、例えば有田焼き、瀬戸焼き、萩焼き、波佐見焼き、常滑焼き、いろんな焼き物が日本にはあるんですが、それは全て陶器、セラミック、土、ろくろで回す、こんなの失敗だ、パリあれですね、そうが陶器、陶磁器、セラミック、なんちゃら焼きとする焼き物です。まあ、全部陶器、陶芸と呼ばれているカテゴライズにいるんですけど、七宝焼きはもう別ジャンル、土台に金属を使います。土、セラミック使わない、ろくろを回さない、よくろくろ回すのって聞かれるんですが、ろくろは回しません。で、金属にクリスタルガラスを焼き付ける宝飾品から始まった工芸になります。バイバイ。